セオドア・カジンスキー、セオドア・ジョン・カジンスキー、ティードー、ジョン・カチンスキー、九百四十二年五月二十二日体は、アメリカの数学者、テロリスト、テッド・カジンスキー、ユナ・ボマーなどとも呼ばれる。九百七十八年五月から九百九十五年にかけて、全米各地の大学と航空業界を呼び、金融関係者に爆発物を送りつけ、三人が死亡。 29人以上が重軽傷を負った事件を起こし、ユナボマー、ユナボマー、ユニバーシティエアラインボマーを短縮した、造語の名で呼ばれる。後に、カジンスキーから、ニューヨークタイムズとワシントンポストに送られた反声明、インダストリアルソサイティイッツフューチャー、産業社会とその未来、通称、ユナボマーマニフェストにより、これら一連の事件の目的が明らかとなる。 FBI による捜査では史上最長となった事件である。カジンスキーは1942年、シカゴ郊外の入りのイ州にポーランド系の二世移民として生まれる。父親はソーセージ工場の労働者であった。少年期はセオドアの愛称であるテッド、またはテディという愛称で呼ばれ、内向的ではあるが、高い知能を持つ勉強好きな少年で小学校5年での IQ が16もあった。子供の頃の彼は他人の感情を理解できず、友達と遊ぶような子ではなかった。飛び級をしたが、いじめの対象になっていた。また他人に触られることを極端に嫌がったり、音に非常に敏感であったため、医学者の JR ・シウバの論文では、アスペルガー症候群であったと書かれている。学業は天才的な優秀さで、 地元で知らぬ者はいないと言われた。15歳の時には上級数学コースを高校で受講しており、ラプラス変換などを勉強していた。飛び級により、16歳でハーバード大学に進学した。学生時代、とりわけ学寮の寮生の間では、彼との会話を思い起こせないでいるほど印象の薄い学生だった。大学時代、CIA の前身機関でスパイ要請を行っていた。 心理学者、ヘンリー・マリー教授による行動心理実験の被験者となり、この時受けた心理的拷問体験や、隔離入院の経験が、後の犯行心理の奥底にあると言われる。ハーバードの最後の年の成績は、マス210のクラスで B、マス250のクラスで B であり、3.12の GPA で卒業した。この時20歳であった。この成績は、 グレードインフレーションがなかった時代とはいえ、ハーバード大学に飛び級で入学した割には良くなかった。そのためか、シカゴ大学、カリフォルニア大学バークレー校、ミシガン大学の大学院には合格したが、ファイナンシアルエードやティーチングアシスタントのポジションは最初、どこの大学院でも得られなかった。しかし最終的には、ミシガン大学の大学院でティーチングアシスタントのポジションが得られたので、 ミシガン大学の大学院に入学することにした。ミシガン大学で数学の修士号と PHD を取得。1967年に25歳でカリフォルニア大学バークレー校の助教に就任した。カリフォルニア大学バークレー校では学部生に位相器科学や関数空間を教えていた。彼に対する専門性の評価は高く、 大学の教員であり続けることのみならず、教授への昇進も期待されたほどだったという。しかし、教えたコースの学生からの評価は良くなく、多くのクレームがあった。1969年に大学を辞職して実家に戻り、2年後には、モンタナ州の郊外に、自らの手で山小屋を作り、電気も水道も通っていない環境で、自給自足の生活を始める。 ただし家族からの経済的援助を受けた雇われ仕事をすることはあった。1978年5月28日にノースウェスタン大学の材料工学科教授に小包爆弾を送りつけたのが最初の犯行であり警察官が負傷する。1979年5月9日には再びノースウェスタン大学に爆弾を送りつけ大学院生が負傷する。 同年11月25日には、シカゴからワシントン DC へ向かうアメリカン航空444便の爆破テロを起とした。未遂に終わったものの、12人の乗客が爆弾から吹き出た煙を吸い込んで病院に搬送される事態とり、FBI が連邦犯罪としてユナボマーの捜査を行う最初の事件となった。1980年6月10日には、 ユナイテッド航空の社長に対し、書籍に偽装した爆弾を自宅に送り付け負傷させる。1981年10月8日には、ユタ大学に爆弾を送り付けるが警察により、解体され、未遂に終わる。1982年5月5日には、バンダービルト大学に爆弾を送り付け、事務員の女性が負傷する。 同年7月2日にはカリフォルニア大学バークレー校に爆弾を送りつけ、電子工学科教授が負傷する。1985年5月15日にはカリフォルニア大学バークレー校に再び爆弾を送りつけ、電子工学科の大学院生が右手の指4本を失うなどの重傷を負う。同年6月13日には、 ボーイング社のオーバーンの製造部門に爆弾が送りつけられるが爆弾処理班により解体され未遂に終わる。同年11月15日にはミシガン大学の心理学教授マコーネルに爆弾が送りつけられ二人が負傷する。同年12月11日にはカリフォルニア州サクラメントのパソコン店経営者を爆殺し初めての死者が出る。 1987年2月20日には、ソルトレイクシティのコンピュータ店経営者を負傷させる。その際に、初めて目撃され、似顔絵が全米に周知されたが、1988年から1992年までは、全く反抗を行わず、爆弾製造技術を磨いていた。1993年6月に反抗を再開し、22日には、 カリフォルニア大学の遺伝学者24日にはイエール大学のコンピューターサイエンス学科教授に爆弾を送りつけそれぞれ重傷を負わせる1994年12月10日にはバーソン・マース・テラ社の重役1995年4月24日には木材業界のロビースト団体代表をそれぞれ爆殺する1995年犯行声明文 産業社会とその未来、いわゆるユナボマーマニフェストを全国紙に載せることを条件に犯行を中止する。ニューヨークタイムズとワシントンポストが掲載し、全米の反響を呼ぶ。しかしこの行為が、あだとなり、論調や主要語句が自分の兄に似ていると感じた実定が、FBI に通報2000人を超える容疑者リストの一人となった。当初、 モンタナ州の山奥の電気もガスもない山小屋において年収千ドルで暮らす人間をマークする捜査員はわずかであった。しかし、ハーバード卒業時の論文の論調とマニフェストが告示していることで捜査が進められ、翌年、100人の捜査員、米軍兵士に包囲され逮捕された。裁判では、弁護団を自ら解任し自己弁護を行おうとする。 態度などで審理が進まないと判断した検察官は仮釈放なしの8回分の終身刑とする司法取引を提案した。そしてこの司法取引にカジンスキーが同意したためそのまま刑は確定となり、後半は一度も開かれなかった。そのためカジンスキーの犯行動機は現在も不明である。また攻撃の標的をどのように定めたかも多くは語られず不明である。 現在、コロラド州にあるで服役している。FBI はこの事件で、犯罪人類系に、ローン・ウォルフ型を加えた。オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件の主犯、ティモシー・マクベイを長期にわたり取材し、を表したジャーナリストのによると、カジンスキーは、同じフローレンス刑務所に収監されている、マベイや共犯者の世界貿易センター爆破事件を引き起こしたラムジ。 ユセフラと爆破事件の犯人という共通項から交友関係を持ち、ボマーズローと呼ばれる一団を形成していたという。カジンスキーとマクベイは自然やサバイバルについて語り合うことを好み、マクベイが1999年に死刑執行のためにインディアナ州に移送された後も、カジンスキーは他のグループメンバーと交流を続いているという。ジョンゼルザンやハーバート・マルクーゼ、 マックス・ウェーバー、フレディ・パールマン、ジャック・エルールなどといった思想家の言葉が参照されている。現代文明の発展は人間性や生態系を破壊する産業革命は絶対悪であり、文明社会を発展させるために追求した技術の進化によってそれを創造した人類までもが支配されてしまうと主張し上で自然への回帰を促した。ただし、 カジンスキーは逮捕後は一連の犯行を個人的な復讐と語っている。カジンスキーが犯行声明で主張した思想を実現するための社会運動をせず、アーミッシュのように同じ思想を持つ人々と共同体を形成して生活しようともせず、爆弾テロという行為に訴えた根本的な理由、本当の動機は寡黙で社交性がなく惨めな生活を送っている。 自身のすぐれの責任を社会に転嫁したかっただけであるという見解もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。